ゆめこちゃんの様子聞くためにここで待ち合わせなんだけど、あずささんまだ来てないみたいだな。今のうちに自分の考え整理しておこう。男の子として再デビューか。全然売れてない頃なら問題なかったのかもしれないけど、ここまで有名になっちゃうと、実は男だって発表したら大騒ぎだよね。そうだだけにあって二度とアイドルなんてできなくなるかもしれないし、アイドル秋月亮はこれからどうしていけばいいんだろう。どこへ流されていくの僕。亮ちゃんごめんね、待たせちゃった。あ、梓さんどうですか、ゆめこちゃんの様子。それが相変わらず塞ぎ込んじゃったままで、食事もも喉を通らないみたい。そうですか、参りましたね。夢を絶たれたゆめこちゃんは立ち直れないのは、一方僕は夢を追うには犠牲があまりにも多すぎて、そんな乱暴な言葉使っちゃ。ああ、すみません。なら、なんて言えば。海のおバカさーん。多分このぐらいなら。はあ、そうですか。勉強になりました。あんまりすっきりしなさそうだな。ところで。ねえ、あずささん、あずささんには夢ってあります？夢？いきなり聞かれると困っちゃうけど、私、夢あるように見える？見えます。そう言ってもらえて少し嬉しいわ。私、目的もなしに生きているように見られること多いから。で、その夢っていうのはトップアイドルになること？それとは別の、もっと大切なこと。そうですか、トップアイドルよりも大切な。あずささんはその夢のためだったら何でもできますか？え、何でも？はい、例えば夢のために全てを犠牲にしなきゃいけないとしても、その夢の方を選ぶことができますか？それはとっても難しい質問ね。でも多分できると思うわ。え、できますか？多分だけどね、私にとってその夢は何にも変えられない大切なものだから。そうですか。あずささんってのんびりしてるように見えるけど、結構しっかりしたところもある人なんだな。実は、りょうちゃんとぶつかる今度のオーディションは、その夢をかけた私の第一歩でもあるの。え？もし合格してトップアイドルになることができれば、
夢への道、歩き出す勇気、湧いてきそうな気がして。じゃあ、大事なオーディションなんですね。ゆめこちゃんは自分の夢のために必死に戦ってきた。あずささんもこうして夢のために戦ってる。それなのに強い男の子に憧れてる僕が何もしてないなんて。ダメだ、僕このままじゃ。よし。あずささん、ありがとうございます。おかげで目が覚めました。私も自分の夢に向かってもっと真剣になってみようと思います。りょうちゃん、あずささんってすごく。素敵な人ですね。そんな素敵だなんて。でも少しでもそうなりたいっていつも思っていて。だって私たちアイドルだものね。はい、私ももっともっと周りから尊敬されるよう頑張ります。そうね、一緒に憧れへの階段登っていきましょう。あずささんに大事なこと教えられた気がする。僕も夢に向かって恐れずに行こう。